小泉一馬のいちゃーんよっということで、割とね、普通にスタートしました。4本目の収録となるとさすがにちょっと疲れてきます。小泉一馬、長野市議会議員です。お世話になっております。で、今回は、はい。議会を騙し討ちっていう感じですね。うちって、騙し討ちですって。 断言しないでちょっと逃げようかななっていうずるいいう政治家なのか小泉一馬でございますあの3月議会のね模様のお話をさせていただいておりますけれどもね今回ちょっとね小泉は「そのやり方はないんじゃないの議案の出し方そうじゃダメでしょ」っていうことでちょっと憤って反対討論しましたっていうねそういうことがあります。で反対討論したんだから当然採決は反対に回りました。 何かっていうとこれねいろいろねやり方が変則的だったんですよねでそのそれにね目くらまし食らったような感じにね議会がなっちゃったんじゃないかなと小泉はそういうふうに解釈してますけどこれね議案ってねこういう形で来るんですよあのほら市議会議員様ってこれ長野市長加藤久保さんバーンと半骨ついてねでこれ追加議案なんですよ追加議案ね。 追加議案ってなんじゃらほいってことなんですけどもあのー、3月議会始まったのが2月の27日でした。これはね3月11日になってつまり普通は議会が始まる時はねもう議員議員の手元にね議案は来てるんだけどそうじゃなくて始まってから何日も経ってからねすいません追加でこれもうちょっとっつって滑り込みで出してきたのがこの議案であります。 でこの中で注目していただきたいのはこの議案第75長野市保育所設置及び使用条例の一部を改正する条例っていうことですね。でね、あの、こういうね、滑り込みで議案が、議,議会が開会してから出してくる条例ってね、まあそんなに珍しいことではないんです。だけどね、それなりの 理由っていうのはもちろん必要ですよね。だって議会が開く時にはもう議員の手元に条例案が来てねああなるほどねってちゃんと読み込んで議会に行かなきゃいけないですよね。だってそれができないんだからそれなりの理由がないと追加条例っていうのは普通はありえないです。でねこれもねちょっと見てもらうとねこっちに映せますここの71号あたりね。これなんかは 工事請負契約の締結についてって言うんだけどもこれはあれなんですよ柳町中学校屋内運動場改築建築主体工事これね変,変更契約かなんかなんですよねあじゃないかなあのとにかく議会が始まってから契約したやつなんですよ。で「専決処分の報告について」っていうのもこれも専決だからね、まあ、報告なんで。 議会としてはねこれいいとも悪いとも言わないで聞き置くしかないんですよだからこれはそんなに大勢に影響ない議案ですよね。でそういう意味であの追加で来るっていうのはねでは追加で出さなきゃいけなかった事情っていうのはそれなりにあるはずなんです。だけど議案第70号はねそうじゃなかったんですよね。でちょっと見ていただきたいと思いますけどもこれがね 副市長がじゃあなんでその議案を上程したのかっていうこれ説明です。議案第75は長野市保育所設置及び使用条例の一部を改正する条例は長野市宮保育園、川田保育園及び下比ガの保育園を民営化することにより長野市保育所がから除くこと並びに児童福祉法の一部を改正する法律及び子ども子育て支援法の施行等に伴い改正するものでございますということでございます。 だからねこれだけ見れば特段ね反対する理由は見えないんですよ。と同時にね追加で出してきたけどななんで追加なのっていうのも分かんないですよね。でこれね実はまあ議員として小泉は勝手に判断したことなんだけれどもこの後半ね 児童福祉法の一部を改正する法律及び子供子育て支援法の施行等に伴いということで、これあの法律改正で4月1日から施行なんですよ。4月1日施行に間に合わせるためにね、出してきた。だから急いでいる。そういうことなのかなと思いました。なんだけど、だけどね、この児童福祉法の関係とか、 子ども・子育て支援法の関係の法律っていうのはねいつ国会通ったかっていうと平成24年つまり3年前ですよ8月22日ですそしたら今までにね所要の改正するような期間なんていうのはいくらでもあったんですよねこれおかしいでしょで実はおかしいのはそれだけじゃなくて福祉環境委員会の審議の時にね 驚くべき内容の資料が出てきちゃったんですこれね当然議会が始まってから出てきた条例ですよね条例案ですよだんでいつもはね議員に前もってね資料を渡して重要な案件は説明するそういう慣例があるんです で今回そういうの当然ないですよ。だって、そんなにね、重要な案件でもないとはっきりと小泉も思ってましたからね。だけど出してきたのは何だったかっていうと、さっきの保育園の民営化に伴う除外とか、法律改正に伴う機械的なね、事務的な整備とか、以外の資料が出てきちゃって、これ何だかっていうとね、中条保育園、あの、旧中条村ですよね。にある保育園の、 短時間利用のも過去経過措置ってて書いてあるこれが保育料。はなんとねここ小泉鉛筆書きしてますけど一番高い保育料でね10代は8,000円だったんです。段階的に2万5,700円まで上げちゃいましょうねっていうこと。これね議会に何の説明もなくねいきなり委員会審議のまでポーンと出してきたんですよ。 8,000から2万5,700円って言えばね3倍以上でしょ3倍以上で3倍以上それであのー、しかもね、まあ、27年28年29年度ってその経過措置は取ってあるとはいえ毎年毎年値上げしていくんですよでねこの2万5,700円は何かっていうと長野市の普通の保育所の保育料は2万5,700円だからそれに合わせて値上げしますっていう理屈なんです まあ理屈はね、そうなんでしょうよ。だけど、中条村、旧中条村は、織田の村はね、8000円でやるんだよ、保育料は。それで頑張るんだ。それで村にね、若い州をとどめたいんだよっていう、そういう信念に基づいて打った政策ですよ。それをね、長野市が2万5千7百円に、いやいや、それはその時で合併したんだから長野市に合わせるよと言うんであれば、 それなりの説明、議会に説明が必要だと小泉は思います。そしてましてやね、地元の方にね、今まで中条の時はこうだった、中条村の時はこうだったけど、長野市にしたから遠慮なく、値上げさせてもらうぜっていう、そういう説明を責任を持ってするべきです。というのは小泉の意見。だけど、中条のね、自治協に聞いたって、そんな説明全然聞いてませんよっていう話だし、議会もね、この、 委員会審議の時に初めて聞いて福祉環境委員会以外のね議員なんてねこんな値上げひどい値上げするなんてことね聞いてないんですよそれで採決してくださいっていうことなんですでちょっとひどいでしょだからねそんなギリギリで議会に、ね、追加上呈してくるような話でもないのにあえてそうしたっていうのは じゃあ今までね、この話、議会に伏せて、なるべくなるべく隠して隠して、福祉環境委員会だけの、ね、説明にとどめたかったから、そういう手法を取ったのって思っちゃいますよね、そういうふうに。で、厳密に言うとね、この料金の値上げっていうのは、条例にはえ込まれてないんです。これがね、また行政のずるいとこなんですよ。条例ではね、 別途別途規定で定ででめるるてことにしてあるんですだからそこはね議会の及ばない範囲なんだけどだそ,それもねだから分かりづらいでしょ話が分かりづらくて縁幕張ってるんですよ要するに議会議会に対してね行政は。なんかんだけどなんとか保育園を、ね、民営化するから除くんだとか国が法律変えたからそれに事務的に合わせた改正なんだっていうのと合わせてねこんなこともねどさくさまじれに。 議会に対して大した説明もなくね、地元に対しては説明もなくね、やろうとしている。その手法は、どうなんだと。いいのそんなことをやらせちゃってっていうのは、これは小泉の思いです。だから議案上はね、条例案としては、不備はなかったかもしれないけれども、議会手続き上それでいいのかっていうことですよ。だから小泉は反対等の打ちました。 そして小泉は賛成しました手を挙げませんでした小泉にね追随してくれた議員もあったといらしたと思いますでねあのさらにね小泉はねムカついたのはムカ <laughs> ついたって言っちゃいけませんねいかがかなと思ったのはこれ終わった後ね担当の部長が小泉議員ご指導ありがとうございましたのと資料を 中条地区全個配布することにしました。おめえ議会で議決したからそれやるんだろうって。議決する前にね、ちゃんと地元と根回しして、ご批判も受けながら、真摯な対応、対話をしてね、それでなんとか、すいませんけれども、これ値上げしますけど納得してくださいっていう。 そういうプロセスを経ずして議会のせいにね、議会に押し付けて、議会に説明したんだからいいじゃねえかみたいな話しちゃって、事後になってこうなったからよろしくみたいな資料を配って、それが民主主義なのかって小泉はね、ますます思ったっていうお話です。だけどね、こういう話、皆さん、私が間違ってるんでしょうか 小泉はね、とにかく説明責任を果たす長野市であっていただきたい。そのことだけはね、訴え続けていきたい。と思います。まだ知り切れとんぼですいませんが、小井ちゃんの今日の主張でした。ありがとうございます。